プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、今回もよろしくお願いいたします。引き続き、西武ロッテで活躍をされましたジジ佐藤さんにお越しいただいております。お願いいたします。ちょっと入れ立ちが変わりまして、はい、絵を変えないと飽きられるかなと思って。入れ込み君さすが何ですかこれ知らないですか知ってる人がいるから。入れ込み君ってあったなんかあったんですよ、おもちゃみたいなのがズームインで入れ込み君みたいなのあったんですよ昔です知らないですかそういうの。入れ込み君顔が変わるんですよあ、なんかあったかもしれないですね。あったでしょ、入れ込み君って野球の帽子かぶって、そう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 、はい、なんで入れ込み君って言うんですね。入れ込み君って言うんですよね。ありがとうございます。これ見てる人たまらないですかね。もうくす笑いありますから、はい、今日第3回ですか。はい、第3回になりますけど、第2回目マジバズりましたね。第2回目ね、もうね、あの初回を上回るバズバズってもさ来てますね。バズバズで行ってますので、もう3回目頑張りましょう。本当にね、こう波に乗っていきたいと思いますけれども、はい、前回その、まあ、プロ日本に帰ってこられて西武に入ってというお話を伺ってましたが、はい、西武で8年プレーされて、そのGGさんが一番こう波に乗っていたシーズンといいますか、一番こう印象深いというシーズンいつになるんですか。まあ、まさに今年オリンピックイヤーですけれども、うん、はい、2008年北京オリンピック のオリンピックイヤーが一番良かったですね。はい、そうですよね。ご自身としてはその前の2007年というのがキャリアハイ、2007年で初めてレギュラーを取って、うん、はい、2008年が2年目ですね、レギュラーになってから。でその辺で、まあ、爆発してオリンピック選ばれたっていうか、はい、でオールスターまでにホームラン20本打ってるんで、今村上選手今日現在20本打ってるんで、まあ、村上選手ぐらい打ってたってことですよね。そうですよね。で、まあ、オールスターでもそのセパ通じて最高ファン投票第一でしょ、ね、あの阪神に佐藤輝明君っているじゃないですか、はい、結構重なるところが多いんですよ。お、何かというと同じ佐藤でしょ、はい、でオリンピックイヤーにブレイクしてる5月月間 MVP、はい、俺も取ってるんですよ、はい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 、でホームラン量産体制、うん、でファン投票第一じゃ、うん、なりそうじゃないですか、うん、重なってる。さあどうだ、選ばれるかこれオリンピックに佐藤君あるんじゃないですか。ね、そうですね、これオリンピックやらかしたらもう完璧です、はい、全コンプリートです。なんか今そのいろいろなね動画であるとか触れてらっしゃるじゃないですか、2008年の北京オリンピックの、はい、うん、この心境には、まあ、2008年はやっぱ絶好調だったんで、うん、でもオリンピックに選ばれるとは思ってなかったんですよ、うん、だって追加のメンバーの中にも入ってなかったんで予選も行ってないですし、でオリンピックを意識してプレーしたと一回もなかったんですね、はい、はは、突然呼ばれていきなりオリンピック行っていいのっていう感覚です。はは、俺でいいのみたいな、うんうん、でもそのシーズンもすごい家族もいましたし一生懸命やってたんで、はい、プレッシャーもあるじゃないですかやっぱ、うん、日本あのプロ野球のシーズンも、そんな中戦ってたんで、オリンピック行っても大丈夫と思ったんですよ、うんうん、普段から一生懸命やってるから、はいはい、そうですね、でもやっぱ別物したね。やっぱ韓国、キューバ、アメリカと向かい合った時には、はい、あーこれは緊張した、すげーしびれたっす、はい、うん、今までに感じたことのないものですか。そうですね、はい、やっぱ星野監督、はい、怖かったし、まあ、法政の先輩である田淵、はい、山本浩二、もう3人ですよ、天下人3人ですよ、本当にやべえですよ本当に。そうですね、信長、家康、秀吉か、もう 全員集合ですから本当にやばいよ本当に。まあそうですよね、はい、俺らホトトギさん泣くしかないですマジでぐらいやっぱりすごかった。もう緊張しましたね、あの場所は。ただ1個なんかしてほしかったなと思うことは、はい、やっぱりイメージしてなかったわけですよ、シーズン中選ばれると思ってないから、だからそこはやっぱり選ばれる可能性が全選手、まあ、今日発表ですけれども、はい、全選手にあるんで、全選手、まあ、今年コロナの影響もあるじゃないですか、なんでその準備、心の準備だけは全員にしといてほしいなと思いますね。まあ、佐藤君も輝明選手も選ばれるか分かりませんけど、はい、この前コメントで僕はオリンピックはテレビで見ますとか言ってたんですね。そうじゃなくてやっぱ選ばれる可能性はゼロじゃないから、うん、やっぱ心の準備はしといた方がいいかなっていうふうに思います。はい、うん、で僕もだって軽井沢のプリンスホテル予約してたんで。あ、そうなんですか、はい、もうオールスター休みを楽しもうと思って、あでキャンセルして、はい、北京行きましたけど、まあ、そんな状況だったんで準備できてなかったですよね、心の準備は、うん、まあそうですよね、日の丸背負うってやっぱり大きい、うん、ステージがちょっと違うっていうところは、はい、ちょっと別物でしたね、オリンピックっていう場所は本当に。
だそういう別物だっていうような話を、はい、まあ、食事中に VTR で流すとかさ、はい、あとオリンピックの映像を流すなんてことできるわけじゃないですか、あの今のプロの、うん、ほら、試合前のさランチの時に流すとかで、そういうのを見せることによってこう意識させるとか、そういう工夫はありだと思いますけどね、野球界全体で、あこういうとこあったのかオリンピックっていうのを見せるべきだと思いますけどね、現役の選手にどんどん、それはそうですね、確かに、まあ、でもその、ね、3位決定戦でも、まあ、あの出場されたわけですけれども、はい、その時の心境というのは例えば普通にエラーしてもうやっぱダメージ残るじゃないですか、エラーしたら、はい、ちょっと引きずるじゃないですか、多分草野球のおじさんたちも多分エラーして試合負ければ多少引きずると思うんですよ、場がどうであれ、それオリンピックって場はそのダメージがもうでかすぎるんで、回復する時間がないんですよね、もう、しかも短期決戦で行かなきゃいけないんで、そういう意味ではメンタルケアができずに回復しない状態でまたやっていってるんで、またこう連鎖反応でエラーしちゃったっていうのはあると思いますね、で普通のシーズンだったらちょっと何試合か外して一回回復してから使うとかできるじゃないですか、ああいう短期決戦はもう人もいないし期間も短いんで、もうそういうのができながら、もうその回復力がなかったですね、あの時にはね、まあ、でもそこにこう起用された星野監督の意向というのがおそらく終わりだったわけですよね。そうですね、もう星野さんが GG 佐藤の野球人生をダメにしたくないと、だから俺はすぐチャンスを与えるんだっていうような思いで使ってくれたんですけど、まあ、それに応えられなかったらすげえ悔しいですけどね、直接会話はあったんですか？会話はないです、後々聞きました、それは、その意図は、はい、でその当時はスタメン行くぞって言われた時に嘘だろうと思いましたよ、あ星野さん頭狂ったかみたいな、すいません本当にぐらいもういかなも無理だと思ってたんで、はい、もうダメージがでかすぎてもう出たくない状況ですよね、嘘でしょ俺を使うの星野さんと思ったんです本当に、あでもプロがその心境になるっていうことは本当にすごい舞台だっていう、ところですよね。でもこれも初めて周りの意見を聞いたんですけど、藤川球児君が俺に言ってくれたらしいんですよ、準決勝負けた後に、はい、星野監督は絶対使う監督ですから、準備しといた方がいいですよ、絶対使いますよって言われたら、俺もそれも届いてないもん、そんなのも全てシャットアウトしてたんで、もう殻に閉じこもっちゃってたから、そこを聞けるようなメンタルもなかったし、はい、メンタルコーチつけましょう、東京オリンピックも、GG 佐藤GG 佐藤、小木ママ、ティモンディ、この3人、この3人をメンタルコーチで稲葉監督選んでくださいよ、 GG 佐藤気持ち分かる余計、はい、で小木ママはやっぱ教育者なんでアドバイス系で、ティモンディはやればできるこの3人がいれば多分大丈夫です、ベンチ裏に置いとけば。ベンチ裏に。でもまあ、多角的に、ね、好きな箱に入ってくださいみたいな。好きなボックスへどうぞみたいな。稲葉監督どうですか。この提案良くないですか。そうですね。この3人。メンタルケア大事ですから本当に。はい。それ面白いな。そのボックスいいね。そのボックス、ね。好きに選んでください、ね。好きに選んでください。ABC みたいな。いやでもそれまでだってそのプロの、まあ、緊張感あるところでやってこられた方がやっぱりその、まあ、コントロール効かなくなるというか、だって稲葉監督だって試合前一言も喋ってもこういうみんな、なんていうかな、試合前ですよ、もう結構喋らない感じです、稲葉監督も無言でしたし、新井さんとかもやっぱ集中してましたし、あの宗凜でさえ、まあ、こう集中してましたから緊張がありましたね。やっぱそれを見たら緊張しちゃいますよね。あなたってスーパースターじゃんみたいな。普段すごいじゃんみたいな。なんで緊張してんのみたいな。確かに俺緊張しちゃうじゃんみたいな。本当連鎖しますよね。はい、そこに来て一人 YouTuber 里崎智也、あの人はおしゃべりクソ野郎です。本当に一人だけ喋ってました。そうですか。あれはすごい。オリンピック大舞台でも大丈夫よいしょみたいな。すげえ喋ってました。あの人はなんか使った監督が本気で悪いって思えるんだって、俺のせいじゃないと、使った監督が悪いって思える、本当素晴らしい、すごいよあの人、アスリート向き、あでもそのコントロールできるっていうものを持ってらっしゃるんですね、なんで緊張するのとか言ってましたもん、いつも、まあ、そういう方から考えるとジジイ佐藤選手は、まあ、繊細でもあり、ただ、真面目な話すると星野監督が金メダル以外いらないんだって言ったんですね、で準決勝負けた時にその夢は途絶えましたよね、金メダル以外いらないんだって、やっぱそこでやっぱ気持ちが切れたんですよね僕らも、
はい、もう狙えなくなって狙えなくなって、まあ、自分のエラーもあった、ありましたけど、やっぱり金メダルがいらないんだっていう言葉の先にもうちょっとなぜ金メダルがいらなかったのかっていうところの説明が腹落ちしてなかったというか、じゃあ野球界への発展なのか、金メダル取ったことによって子どもたちに夢を与えて、俺たち伝道師となって野球界に発展するんだぞ、野球界のためにやるんだぞっていう大義名分はなかったんで、もしそれがあるんだったら準決勝負けてもその大義名分のために戦うメンタルを切り替えれたかもしれないんで、金メダル取るのはもちろんですけれども、なぜ取らなきゃいけないのかっていうところまでやっぱジャパンに浸透させるべきだと思います僕は、うん、まあ、それは監督の稲葉監督の仕事だと思うんです、そこはまさに、はい、戦う意味、それは絶対選手に伝えた方がいいと思います ね、 そうですね、はい、うん、すげえ大事だと思います、うん、今思えば本当銅メダルでも本当欲しかったですよ、そこは必死に戦いに行けましたけど、うん、もっと行けばよかったなって後悔してます、うん、そこは、はい、まあ、でもこれはやっぱりその、ね、経験された方でないと、うん、感じられない感情であったりとか、はい、それを今でもこうまたアウトプットされてるわけですもんね、ジージーさん。あんまり言ってないですけどね。あ、そうですか、はいはい、まあ、でもこうアウトプットできる、伝えられる、それこそ伝道師。あとはね、もう一個あるんですけど、韓国に負けた時に、はい、韓国ライトの選手が最後取った時、ウイニングボール取った時に、はい、うずくまったんですね。ほう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 。その行動を見たときに俺はもう負けたと思いましたね。もう気持ちで負けてた。じゃあ俺がそのウィングボールをレフトで取ったときに、はい、うずくまるかと思ったらその行動しなかったと思ったんで、はい、もう気持ちで負けてたなと思ったんですけれども、うん、じゃあ果たして韓国は何を背負って俺たちに向かってきてたのか分かんないんですよ。例えば徴兵制度がかかってんのかってよく聞きますけど、真実がどうかわからないんで、相手が見えないって怖いんですよ、やっぱり。何を背負ってきてるのかわからないっていうのを、だそれを絶対分析して選手に伝えるべきだと思います。 あいつらはこういう、まあ、報酬なのかバックボーンは何かわかりませんけど、こういうものを背負って戦ってきてんだぞっていうのは、相手を知るっていうのはすげえ大事だと思うんで、そこは絶対やった方がいいと思います、はい、見えない敵と戦うのマジ怖いと思うんで、うん、そうか、そこにいるのに見えない敵っていうのは確かにそうですね。相手の思い、やっぱ韓国のその思いをね、やっぱ勉強した方がいいと思います、日本絶対、うん、これはちょっと真面目な OB からの、その感じたことで、僕は、ね、現場で、いや、うん、でも貴重なお話でした、うん、これは絶対こう帯同された方がでしょ、よろしいで、メンタルコーチね、はい、ボックス作ろう、ボックス俺 A の箱に入ってますからごめんなさい、私が振ったのが最後いけなかったですけれどもいやでもそうですね、まあ、今だからかもしれませんが、それ思いましたね、オリンピック行って、はい、今よく振り返るとやっぱそうだったなと思いますね。今回オリンピックイヤーなんで、はい、振り返ることが多いんで、考えるとその辺はクリアにした方が、まあ、選手は戦いやすいのかなと思いますよね、うん、そうですね、うん、いや、ジャパンのためにすごくこの流れ良くないですか、ふざけてからの最後、はい、温かく真面目に包むっていうやり口ですまだ撮ってますから撮ってた、やり口です、やり口まで、ね、はい、ということで、はい、このあたりで今回は、はい、オリンピック期待しましょう、そうですね、はい、楽しみましょう、楽しみですね、はい、楽しみです、本当に今日発表なんで、そうですね、うん、はい、ではまた次回です、ありがとうございました、明日入れ込み君今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。